よろしくお願いします。イレン研の森と申します。では、僕の資料はこの GitHub のリンクをたどっていただいて、この How to use one GitHub のページの How to use one microbdb.jp の使い方っていうのを押していただくと、こういうページに行くと思います。で、まずは19080に microbdb.jp なんちゃらなんちゃら PDF を参照って、ここに PDF ありますので、これをクリックしてください。で、新しいタブで開いたり、そこのページで開いてもいいですけれども、開いていただくと、GitHub 上でおそらく皆さんの手元にあるスライドがそのまま映ってるかと思います。で、僕自身は普段は微生物のゲノム解析とかメタゲノム解析の情報解析を主に担当、解析研究としてやっています。で、マイクロブ DB っていうのを今回紹介するんですけども、これは2011年から公開しています原核生物を主とした微生物の統合データベースです。で、こういうサイトになっていまして、このサイトには後からアクセスしていただくんですけども、キーワードとかで微生物のさまざまな情報というのを検索することができるデータベースになっています。で、このデータベースを作っているのは遺伝研の、代表は遺伝研の黒川先生で、あと他に遺伝研の、僕も含めて何人かの人先生たちと、あと基礎生物学研究所の内山先生のグループ、あと東工大の山田先生のグループ、千葉大の高橋先生のグループっていうような4つのグループからなっています。あとそこに RDF などのセマンティックウェブの技術とかを使っていますので、DBCLS の何人かの先生方にもテクニカルアドバイザーとして入っていただいています。で、ファンディングに関しては JST-NBDC の統合化推進プログラムでサポートしていただいておりますというところで、実際に統合データベースを作って、微生物の統合データベースを作っているんですけれども、微生物のデータベース自体は、ゲノムがかなり初期から NGS とかでガンガン決められてたこともあって、非常にたくさんもいいデータベース、特化型のデータベースはすでに存在しています。ここに代表例が書いてあったりしますけども、ゲノムでもメタゲノムでも、金株コレクションのデータとかオーストログとか、いろんないいデータベースがもうあります。で、今更統合データベース作って何の意味があるのかとよく聞かれるんですけれども、割とこのいろいろ各種類のデータの特化型のデータベースと統合データベースというのはちょっと性質が異なっています。で、特化型のデータベースっていうのは、例えばゲノムに関してはもうユーザーインターフェースもそれに特化したような形で作られているんですけれども、例えばゲノムとメタゲノム、最近あんまりこの2つの間のくくりがなくなって、障壁がなくなってきてるんですけれども、ゲノムとメタゲノム両方関連付けて検索したり、両方合わせてデータベース1個のデータベースで見たいってなった場合に、どうしても両者の間って整理するやり方が違ったりするので、なかなか1つのデータベースでうまく、特化型のデータベースだとうまく検索することができないという難しさがあります。で、そういう時にこういうなど異なる種類のデータを一つのデータベースで検索したいっていう場合に統合データベースが重要になります。で、我々の微生物統合データベース microbdb.jp と名前を付けていますけども、これ自体は実は微生物の何でもの百科事典ではないです。統合データベースとは言ってはいますけど、何でも微生物について書いてあるわけではないです。で、統合データベース自体はやはりそのさまざまなデータっていうのをつなぐっていうことを非常に重要視していますので、特にゲノムとメタゲノムだったりオーソログと系統関係みたいな異なる種類のデータの間を関連付けるという、他のデータベースであんまりつながってない部分をつなぐっていうことを重視しています。で、特にマイクロブ DB の場合は、微生物っていっても原核生物、真核生物、いろいろありますけれども、主に原核生物、これゲノム情報非常にたくさんありますので、この原核生物の遺伝子の情報だったり系統関係の情報、あと環境に関するさまざまなデータというのをゲノム配列を軸に統合化していっています。で、なぜそういう統合化、この遺伝子系統環境って3つの軸で統合化していくと嬉しいかというと、これが例がここに書いてあるんですけども、例えば遺伝子と系統という2つをつなげると、ある系統、大腸菌でも細胞菌でもいいんですけども、そういうある特定の微生物が特異的に持っているような遺伝子というのが分かります。そうすると、その微生物の、他の微生物ではないような機能的な特徴が分かってくるので、非常にその微生物を研究している方にとっては嬉しいというメリットがあります。で、系統、ある系統の遺伝子機能的な特徴が分かると、その系統が持っている表現型、病原性細菌だったらどういう病気を起こすかだったり、胞子を形成するか否かとか、そういういろんな表現型微生物を持っていますけれども、それらの表現型を担っているような遺伝子というのも推定できるだろうと考えています。
これはなかなか難しいので、まだマイクロ DB でもそんなに実現はできてない部分なので、ちょっと灰色にしてますけども、これも目指しています。あとはマイクロ DB で非常に力を入れている部分が、この環境に関する情報です。環境に関する情報というのは、なかなかその生物系の情報だと、あまり系統だって整理がされてはいないんですけれども、マイクロ DB ですと、そこをメタゲノムの情報っていうのを使って、環境のデータを整理していっています。で、この遺伝子と環境がリンク付けられると、例えばある環境、土壌だったり人のお腹の中だったり、そういうある環境で生息するためにはどういう遺伝子機能が必要なのかっていうのを推定することができるようになります。で、同様に系統と環境がひも付くと、土壌に適応するような してるような系統っていうのはどういう系統なのかっていうことを推定することもできるようになると。なので、もうすでに出ているデータで、既存のデータに対してもうリンク付けっていうのを我々の方で行ってあげることによって、もう今までつながってない情報をつなげることで、新しい微生物の知見を得られるようなデータベースを目指していますということですね。で、具体的にどうやってリンクをつけるかというと、これは配列情報が遺伝子に関してはオーソロク、ゲノムに関し系統に関してはゲノム、環境に関してはメタゲノム、それぞれ塩基配列情報だってアミノ酸配列の情報がありますので、それらの間の配列の類似性、進化的な類似性ですよね。それを使ってあげて、これらの3つの情報というのをどんどん紐付けているということをしています。またただこれだけだと、研究者がそれぞれ論文とかでもうすでに情報を整理されている部分っていうのを網羅できませんので、概念、オントロジー、今日初めて出てきている言葉だと思いますけれども、割と統合化推進の中で使っているものだと思うんですけど、このオントロジーというのを使っています。で、例えばある研究者が森から単離してきた菌を記載しましたと、別の研究者が森から取ってきたなんかメタゲノムデータを整理論文にしましたっていう、でその2つの森っていうのは果たして同じ森なのかと。例えば日本語でも森と林ってあんまり区別つかない人多いと思います。僕もあんまり区別つかないです。どこからが森、どこからが林かっていうのもよくわからないわけですので、それは研究者が違うともう全然違ってくる可能性も高いと。特に分野も違うと全然変わってくる可能性が高いので、同じ例えばフォレストとか森とか書いてあっても、書いた人が異なっていると同じ声でも意味が変わっちゃうと。なのでもともとデータベースに公開されているさまざまなデータを取ってきて、それをそのまま、同じフォレストと書いてあるか同じだろうと考えて統合化しても意味は全然違っている場合があるわけですね。それをマイクロビ DB の中では少なくともある程度の基準をマニュアルで目で見て決めて、でそれで再整理するということをしています。で、そのための基盤となるのがこのオントロジーで、要はいろんな語句ですね、専門用語との間の関係性っていうのを記述していっているものになります。で、ここはデータベースを使う分にあんまり気にする必要はないんですけれども、特にマイクロビディだとその微生物の生息環境というのは非常に重要視しています。で、微生物の生息環境、例えば人のお腹の中って我々にとっては臓器なわけですけども、でも微生物にとってはそこは一個の環境ですね。ですので我々が考えている環境と微生物にとっての環境は違うので、微生物の生息環境の情報を整理するっていうのをオントロジーを一個作りました。メオと言ってますけども、はい。で、ここにいろんな環境、2381ぐらいの環境情報っていうのを入れていってます。ソイルとかフォレストとかヒューマンガットとかいろんなもんですね。で、それらの概念の情報だった配列情報を整理して、現在マイクロビ DB のバージョン2として公開しています。で、ここにゲノム情報はどこからデータソース取ってきましたかっていうような情報だったりを書いています。で、赤字で書いてあるのは我々独自で作っているデータ自体は我々独自で作っているものになります。はい。で、メタゲノムに関してはその公共データベース DDBJ の DRA だったり NCBI の SRA とかから取ってきています。で、じゃあどれぐらいのデータがあるかというと、マイクロ DB のバージョン2の段階でゲノムに関してはもう1万6千株ぐらいで、菌株保存機関、日本の菌株保存機関が持っている菌株の情報、いろんな表現型情報入ってますけど、それが1万6千件ぐらい、同じぐらいあると。で、マイクロバイオム、メタゲノムと 16S アンプリコンシーケンシングなどのPCR で増やしたアンプリコンシーケンスのデータ合わせて17万件ぐらい入ってます。ここが結構マイクロビディの売りの一つですね。メタゲノムデータを割と整理していると。で、マイクロバイオーム、今非常に話題になって、人マイクロバイオームとかめちゃくちゃいろんなところで出てくるんですけれども、特にテレビとか見てても出てくるんですけれども、解析手法としては2通りの解析手法があって、1個は微生物群集から DNA を取ってきて、そこから系統マーカー遺伝子、この場合は 16S リボソーム RNA 遺伝子ですけれども、全生物が持っているものですね、の遺伝子の一部のところだけ PCR で増やしてあげてシーケンスすると。
でそれの配列でからそこに何がいるかっていうのを明らかにするっていうようなアンプリコンシーケンシングと言われている手法です。でもこれが、まあ、環境 DNA と言われているのに最近話題になっている方法は主に魚とかでやられているんですが、微生物の場合だとよくメタ 16S とか 16S アンプリコンとか言われています。でそれに対してショットガンメタゲノムとかメタゲノム解析って言われているのはもう本当に PCR で何も増やさずに DNA ダウン抽出してそのままシーケンシングするというようなやり方になります。その場合当然そこに何がいるのかっていうのと、あと各微生物が何をやってるかっていう遺伝子機能の情報も解析を頑張れば明らかになります。はい、でこういう2つの手法を合わせてマイクロバイオム解析と呼んでいる場合が多いです。でまあその利点とかも書いてきましたが、ここはちょっと飛ばします。後で興味がある人は読んでいただければと思います。で実際にこのマイクロバイオムのデータというのは非常にもう新型シーケンサーの恩恵を受けて大量にデータがもう公開されています。で2014年マイクロブ DB バージョン2を作った段階の時にはもうマイクロバイオムのデータというのは17万サンプルぐらいが公開されていました。1個ずつが1つの環境を表していた人腸内が1個サンプルとかになっているので強烈に多いんですけども、で2018年これマイクロバイオムのデータも111万件も10倍くらいに増えているんですね。で2019年ちょっと前にその集計したら150万サンプルになっていました。もう1年間で、ね、50万サンプルくらい増えてます。めちゃくちゃ増えてます。で3分の1ぐらいが人のお腹の中だったりするんですけども、はい、でそういう状況なので大量に増えてきているんですけど、この公共のデータベースのマイクロバイオムデータの問題点というのが1個ありまして、配列しか公開されてないんです。各サンプルにどういう菌がどれぐらいいてどういう遺伝子機能がどれぐらいあるかっていう情報は統計情報は全く公開されてませんので、配列だけあるっていう状態のものです。でそれをマイクロブディビダはでは遺伝研のスーパーコンピューターを使って全サンプル同じ解析パイプラインで遺伝子機能組成と系統組成を計算しています。この計算にものすごい時間かかっていて2年ぐらいかかってますけども、全サンプル層を解析していると。なのでマイクロブディの売りの一つはこのメタゲノムデータ、公共のメタゲノムデータを自分たちで再解析して整理しているというところですね。で、まあ、ここはでそういうデータを互いにリンク付けて統合データベース化しているというで RDF はまあいいとしてデータ構造は RDF になってますと。はい、でここまでこの講義をしてきてもうだいたい15分ぐらい経ちましたので、残りは、まあ、このスライドクリックできないので一番上に戻っていただいてこの02森とここのリンククリックしていただくとスライドはとりあえずここで説明終わって02森をクリックすると実際のハンズオン講習の内容とかこういうのがここに出てきます。なのでこの実際のハンズオン講習の内容というこのリンクをクリックしてください。はい、ここですね。はい、そうするとまあ3つぐらいマイクロ DB を用いたキーワード検索、マイクロ DB を用いたマイクロバイオムデータのファセット検索で応用編、マイクロ DB のデータを利用したウェブアプリケーション LA による検索、多分ここ3つ全部いけるかどうかあと15分で微妙なところですけども1個ずつやっていきましょう。1個ずつはそんなに時間かからないです。でまずマイクロブ DB.jp を用いたキーワード検索のリンクをクリックしてください。はい、ここをクリックすると僕ちょっとこれ管理者権限で入っちゃってるんでページの見た目が皆さんとは違う可能性あるんですけども、こういうキーワード検索のマイクロブ DB のキーワード検索のやり方のが載ってるかと思います。はい、でここから実際にマイクロブ DB のデータベースを使っていくところですので、このページ表示されましたか？大丈夫ですか？ここにマイクロブ DB のリンクがあります。はい、バージョン2のマイクロブ DB のリンクですね。これをクリックしていただくとももうこういうなんかもう面がチカチカするようなページになると思います。ここですね、このベータマイクロブ DB.jp のリンクをクリックするとここのページに行くとマイクロブ DB のバージョン2のトップページになります。これがでまずキーワード検索、なんか微生物とりあえず特定の微生物の名前とかを入力すると、例ではもうリケッチア、結構マニアックな菌ですけどもコピペしましょう。学名は割と
綴り難しいので、このリケッチャーコピーして、この一番上の、はい、キーワードを入力するとこに、はい、ここにリケッチャーと入れましょう。で、まあ、検索をすると、実際はまあこのウィキのところに書いてあるんですけども、ここに入力する search って押すと、こういう画面が出てきます。出てくるはずです、はい、出てくる人も何人かいると思いますが、リケッチャーは要するに属名なんですね。微生物の属名なので、種としてはこういうのがいますよとか、なんかいろいろ出てくるんですけども、でずらずらと下にどん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 情報が表示されていく形になるんですけども、まあ、リケッチア自体はプロテオバクテリアっていうバクテリアの1個のファイルの中のアルファプロテオバクテリア、割とミトコンドリアとかに近い、まあ、ミトコンドリアももともとバクテリアが共生してできたものですから、ミトコンドリアとかに近い系統群になっちゃうんですけども、アルファプロテオバクテリアの中にリケッチアっていう属はいます。で、見せたかったのはそこではなく、でこの環境とリケッチャの関係性みたいなことを見せたい。このアプリケーションをページが表示されている人はここまでスクロールしてください。これは結局メタゲノムの情報とかマイクロバイオムの情報からリケッチャがどれぐらい多いサンプルっていうのを集計しています。で、リケッチャって系というか多い環境はどこでしょうかっていうのをランキング付けしています。で、まあ、この環境情報っていうのは先ほど紹介したメオという環境、微生物の生息環境オントロジーで整理しています。で、そうすると一番上はビルディングアソシエイテッドというものが出て、こういうグラフがビルディングアソシエイテッド、でここにマウスクリックすると 0.0013968 っていうちょっとなんか長い数字が出てきて、これ微生物の相対存在量で表して1がマックスです。その群衆中で1っていうのがマックス 100% って意味ですけど、 0.001 っていうことは 0.1% ですね。群衆中の 0.1% が平均的にリケッチアですよと、このビルディングアソシエテッドっていう意味になります。なので非常に少ない菌なんですけども、そもそも環境中にそんなにたくさんいる菌ではないです。ですが一番多いのはビルディングアソシエテッド、その次にウォーターアソシエテッドだともっと少なく一桁差がありますね。でこう下がっていってきますけども、なのでリケッチャー、このなんかビルディングアソシエテッドというのは人間の建築物関連のところ、例えばビルの壁とかそういうところですけども、そういうところに多いですよと書いてます。じゃあどういうサンプルに多いのか、これはメタゲノムの情報っていうのを数万サンプルくらい集めて集計したものなので、1個ずつのサンプルの情報ではないです。で、1個ずつのサンプルの情報がこのアバンダントサンプルっていう下のところに表示されている人は表示されていると思います。で、表示されてない人は前を見ていただくか、このGitHub のページのキーワード検索のマニュアルのところを見ていただくといいんですけども、なんかこうずらずらと、やばいな、あと10分か、このサンプルの ID、SRS っていうのはまあ公共のメタゲノムデータの ID、サンプルの ID ですね、がずらずらと並んでいて、でそこに各サンプルがどういうメタゲノムサンプルとかマイクロ 16S アンプリックのサンプルですかという情報が出ています。このアバンダンスに、この1番マックスで、このサンプルだと例えば 84% がリケッチャでしたよという情報が出ています。まあ、これこのある昆虫の細胞から抽出した微生物群衆、まあ、昆虫の細胞内共生菌だろうと思われるんですけど、リケッチャは昆虫の細胞内に共生してたりもしますので、それを昆虫をすりつぶしたメタゲノム解析の結果ですね、こいつは。で、この辺はまあいいとして、ここにただホームライフファクターズストラクチャリングバクテリアダイバーシティフォンドウィズインアンドビトゥインホームズ、人間の家のなんか家の中から見つかりましたっていう 50% キッチンとか書いてますね。はい。で、このサンプルが割と面白いんで、ここをクリックできる人はクリックしてください。で、まだこれ表示されてない方はこっち側のここを見ていただくといいんですけども、この ERS238916、 今ここをクリックしましたけども、そうすると表示される場合はこういう別のウィンドウで、別のページで、このメタゲノムかマイクロバイオムサンプルのメタデータ、サンプルに紐づく情報ですね、さまざまな情報というのが表示されています。で、こうずらずらと見ていくと、
そもそもこれ何のサンプルかっていうのを知りたいわけです。メタゲノムっていうのもいろいろありますから、こうやって見ていくと何かの表面と、ドアハンドルと、ドアノブに、ドアノブをこう綿棒とかで素潰して、でそこから DNA 抽出して、この場合と16ゲサンプリコンで解析したっていう、マイセックでシーケンスしましたって結果なんですけど、そうするとそこのサンプルの属素性見ると、これパイチャートではリケッチャーが 55% ぐらいになってましたというようなデータです。でここから何か推測するのは結構予備知識がいるんですけれども、おそらくはリケッチャーはそもそもあの細胞内共生菌では、昆虫とかの細胞内に共生している菌なんですけれども、多分あんまりその辺の表面には普通は転がっている菌ではないんですね。なので多分昆虫とかはここの周りを、ちっちゃい家の中にもちっちゃい昆虫いますので、そういう昆虫がこの辺を歩いていて、ドアノブをたまたま人が昆虫歩いているところをブチッと触っちゃって、その昆虫が潰れて細胞内の昆虫の細胞内のリケッチャーが外に出てきちゃってる状態なのかなと推測はできます。まあそういう1個ずつのメタゲノムとか16ゲサンプリコのデータは割と他のサンプルと比較したり、こういうランキングするといろいろと情報が見えてくるので、マイクロブル DB ではこの1個ずつのサンプルも、これ実際はファストQファイルとかで数千本とか数百万本ぐらい配列データがあるものっていうのを解析した結果ですので、これをご自身の手でそれぞれ1個ずつ解析するのはすごい大変だと思うんですね。なのでそれを解析の部分はもうこちら側で系統組成とか遺伝子機能組成、基本的な部分はもう出してしまって、でその後の残りの系統名だった遺伝子機能で各メタゲノムデータとかマイクロバイオ16ゲサンプリコのデータを横断的に検索することができるようになっています。そこがマイクロブディの大きな売りの一つです。はい。でまあこの辺、これもきついんじゃないかなと。でファセット検索ってここで書いてて、ちょっともう一個のマイクロバイオンを用いたファセット検索を少しだけ話しますと、結局今のは各菌だったり各遺伝子に注目してメタゲノムデータを検索したっていう、マイクロブディビで検索しました。ですが、まあ、メタゲノムデータ間、例えば人の腸内で乳児と大人で人腸内のメタゲノムデータを比較したいっていうようなニーズは結構多いかと思います。あと自分の持っているメタゲノムデータとマイクロブディのデータを比較したいっていうニーズはあると思います。でそういう時に使えるのがこのここのアナリスト トップページのメタゲノムサンプルっていうのをクリックすると、まあちょっとこれまた多分時間かかっちゃうやつですけど、はい、こういう画面が出るはずです。僕のは毎回表示されているので出てるんですけど、でここでメタゲノムデータをいろんな感じで比較、まあ絞り込みとかできるんですね。例えばそうですね、人腸内を表すガットとかっていうふうにすると、はずめをガットで17万サンプルぐらい当たってますよと。これガットじゃなくすると、おめっちゃ時間かかってる、すいません、多分こうガットとかで入力すると2000サンプルぐらいに絞り込まれて、そこからさらに人の腸内っていうのでさらに絞り込んで、どん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 こうクリックして、系統組成とか遺伝子機能組成とかをここでグラフで比較できるようになっています。なのでマイクロビビ混んでない時にやっていただくと、その辺がざっと見えるかと思います。で最後ね、この応用編はあくまで自分がなんかメタゲノムだったり16Sサンプリコンとか自分でシーケンシングとか外注とかで配列データを持っていて、その場合にマイクロブディミのこの要するに公共のメタゲノムデータとか 16Sのデータと自分のサンプルを比較したい場合に、この LEA ってアプリケーションが使えますよっていうことを表しています。なのでそういう人向けなので、ここの中ではごく一部の人向けかもしれませんけど、そういうことに興味がある場合はこの応用編を見ていただければと思います。今回 microbdb.jp っていう微生物の統合データベース、今まだ開発中のところで、バージョン3があと2ヶ月後とか3ヶ月後にもうこの5倍ぐらいのデータになって公開できるんですけれども、その情報、 microbdb の現在のバージョン2の使い方っていうのをある程度説明してきました。で強調しておきたいところは、マイクロブ DB 自体は微生物の統合データベースとして作っているので、特定のゲノムだったりにすごく注力しているわけじゃないです。ただメタゲノムデータに関しては非常に注力して解析をしていますので、特に微生物の生息環境だったりメタゲノムデータを横断的に検索したいっていう場合には
非常に使えるのかなと思います。そういう使い方をお勧めしています。